推しの子、やっぱり面白いね。来週からいよいよ舞台の幕が上がります。それまでに黒川と有馬のぶつかり合いがあって、アクアの演技力の強化があって、アビコ先生も来て監督も来て、いろいろなところでドラマがあって人生があって、ほんと深みがありますよね。来週も楽しみです。以上、推しの子のお話でした。